こちらは現在道庁で開かれている会見の様子です。道は物価高騰対策として低所得世帯に対し1世帯あたり1万2000円を支給していますが、15日に123世帯に対し合わせておよそ4200万円を過大に支給しました。最も金額が多い世帯ではおよそ461万円過大支給されたということです。原因は15日から新たに利用した決済システムの不具合だということです。現時点で 78% にあたる96世帯から返金の合意が得られましたが、残りの27世帯は連絡がついていないなどの状況です。道は全世帯に返金を求めるとともに再発防止に努めるとしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。